皆さん、こんにちは。「週刊手帳術」の著者、海野隆です、えー。今日もですね、まあ、私の著書、えー「週刊手帳術の」の、えー、本の解説をしたいと思いますで。今日からですね、第2章のところに入っていきます。で、えー、この2章はですね、「週刊科術」ということで、まあ、お話をしていきたいんですけども、えっとまあ、私の中で こう一番影響を受けた、まあ、座右の章みたいなものが、まあ、7つの習慣になるんですけども、まあ、その7つの習慣を、まあ、私なりにこう自分の中に取り込むために、まあ、どういうふうに解釈として、まあ、取り込んでいったかというそんなお話をしていきたいというふうに思います。で今日の、まあ、タイトルは「マ、ま、イ、あ、7つの習慣」と。 いうことなんですけどただいきなり「私の7つの習慣こうです」って言っても名残っちゃうだと思うんで、まあ、ちょっと今回はあの7つの習慣のことについてちょっとお話をしてみたいというふうに思います。でまああのー、これが7つの習慣の、まあ、一番新しいというかまあ、簡訳されたものが、えー 私の手元にあって、まあ、それを何回も読んでるんですけども、まあ、この中にどんなことが書かれてるかっていうと、まあ、7つの習慣って言ってるんで、まあ、7つの習慣、7個あるよというところです。で、まあ、最初のこう3つは、知的成功ということで、要はま,あまずじ自分が成功しないとダメですよみたいな、まあ、そんなことをえー述べていますと。 いうことこですね。で、まあ、あのー、最初からちょっと難しいことを言ってると思うんですけども、ま,あ、まず、第一の習慣からいくと、まあ、主体的ということですね、まああのー。自分からこう動いていかないとダメですよって、まあ、あの成功するためには当たり前といえば当たり前なんですけども、まあ、まずここからスタートをしなければいけないということ。で、えー、まあ、二つ目は、 終わりを思いい描くここととから始めるということでまあ、あのゴール地点をしっかり決めて、まあ、そこから、えー、スタート地点を見て、えー、そこから始めましょうというところですまずだからゴールを見るというところが2つ目。で、3つ目は、えー、最優先事項を優先するということで、まあ、自分にとって一番大事なこと何か でその大事なことのために何をすべきかみたいなことから考えていきましょうというそんな、えー、3つの構成になっていまして、まあ、これがうまくできると、まあ、大体私的成功が、まあ、うまくいったなみたいな、まあ、そんな形になっていますで後半の456は、まあ、公的成功ということでまあ自分の成功がしたら今度相手側まあ 他人だったり、まあ、自分の親しい人だったりとか、えー、お客様とか、えー、もっと、えー、広い意味での他の他人の、えー、成功を、まあ、望みましょうということで、まあ、4つ目にウィンウィン、まあえー、自分も相手も勝つというところを考えましょうというところ。で5つ目は、えー、まず理解に徹し、そして理解されると。 でまあ、要は相手のことをしっかり理解しないと自分の理解されませんよ。でまあ、そんなことが書かれています。で6個目は、えー、シナジーを作り出すということで、まあ、相乗効果っていうんですけども、まああのー、自分も相手もこう高めましょうというそんな習慣ですと。というところが、えー、公的成功。 とということで、まああのー、自分の成功以外にもっと広い人たちの成功も、えーま、巻き込むというか、えー、一緒に成功していきましょうというそんな習慣です。で最後に7つ目が独立していて、まあ、これが最新再生ということで、まああのー、歯を研ぐという7つ目の習慣になります。でまああのー、ここがサ,サイクル になっていて、まあ、こう的成功と公的成功をまあ結んでいて、まあ,あのここで体とか心とかのえ、最新再生をしましょうというそんな習慣になっています。で、まあ、私自身ね。この本を何度も読んでで、えー、理解したつもりになってるんですけども、また読み直すとあれ、またなんかこんなこと書いてあるな。みたいなまあ、新しい発見があったりして。まあ、あのー？ 自分の中では、こう、いつも新たな発見があるような、えー、書、書籍になってます。まあ、あのー、有名な本なんでね、私がこう、今更進めるまでもなく、もう読んだよみたいな方が多いと思います。なので、まあ、あえてこう、これですって話ではないんですけども、あのー、まあ、読んでみていただいて、まあ、 皆さんが感じるものがいろいろあると思いますので、まあ、私なりの方法をまあこれから、えー、動画の中でご紹介していきたいなというふうに思っています。ということで、今日は7つの習慣のまあ紹介みたいな感じの動画をお送りしました。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。運たかしがお送りしました。それでは。